デッドバイと違って足跡見えないから、森とか草むらに隠れたら全然見えないんでしたっけ。ほぼ見えない。コツとしては上視点、若干上視点にすると見やすい。それでもなかなか見つけるのは困難ですよ。うん、走って見つけるのが困難かね。ゆっくり歩きながら見ると見えるけど、ただゆっくり歩いて探してると、その分、いやー、暴れてんなみんな。回線が切れちゃった。回線切れちゃった。回線切れちゃった。うつみやん、こんなん。は？は？どうしろと。どうしろと。あ、コックだ、上の。どうしろと。ひどくね、これ。どうしろと。ひど、これ。頑張れよ、粘れよ、ポイント稼げよ、経験値稼げよ。あれはね、これは、一応キャラとしてはいるんですよね、落ちた場合でも。だから一応、ちょっとした時間稼ぎにはなるけど、ほんのちょっとした時間稼ぎなんで。ほら。いや、ひどいな、これ。どうしよう。ボックスあった。もう HP 減ってっかんね、この時点で。最初の人は多分回線なんですよ。うん、最初の人は回線だと思う。で、次はもう、次からは濃いな気がする。次からはね、さすがに。これ、キルが入るとじいさんを切るみたいね。うん、叫び声で。どうやら。はい、こんばんは。チュンさん、大好きおじさん、こんばんは。Okay, Anna. Stay calm. You can use this. アナ、お前はまだマイル。お前はまだマイルで。あれ？あ、優しいおじさんだ。優しいおじさんがついてきてっつってる。ほんと？そんなドラマ見してくれんの？いいの？お、おじさんが、おじさんが鍵開けてくれた。おじさんが鍵開けてくれた。いいの？おじさんについていくよ、俺。おじさんが、優しいおじさんが、出してくれた。こっちだよって。こっちおいでって。あ、開けてくれる？あ、まずこれをやりなさいと。これをやりなさいと。優しい。優しい世界がこのゲームにもあったよ、みんな。殺伐としてなかった。優しい世界がこの世界にもあった。あ、開けた！生きなって。あんまかわいそうだから生きなって。いいの？いていいの？ありがとう。ちょっとサムネ用に、いきなって、こうだよ、こう変えるんだよって、こう出るんだよって、いいの？いいの？じゃあね。
ありがとう。気をつけて。優しい。優しいなこの二人。あと一人で、ね、合流できればね。いい絵になったんだけど。うん。いや、おじさんがね、案内してくれたよ。こっちだよって。かき混ぜ丁寧に開けてくれた。やったー脱出想定外の脱出です、これ。あったかこっちにもこんな世界が。あ、なるほど。ね、この3人マークついてると思うんだけど、これチームです。うん、パーティーの人。だから連携取って集まれたんだ。シシーバーノラだから集まれんかったけどって感じだったみたい。シシーもパーティーだったら多分、一家総出で返してくれたんだと思うんだけど。素敵だね。初めてですよ。こんな素敵な世界。配信外でこのパターンあったんですよ、実は。問答無用で、3人で、一斉に囲んで殴ってきました。いい話だった。ただの田舎の優しいおじさん一家。優しいな、今のは優しい。あ、バレてた！だわな。危ない。Seems safe enough. バレてる！バレてる！いや！いやー！隙間。ヒッチハイカー仲間だと思ったで、ね、ジョニーかと思ってたよ。攻撃してこんかったもん、最初。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。